こんにちは、ニクです。今回は NiziU のライブ、ライトイットアップのオフィシャルグッズのティザーイメージが出たので、ちょっと見ていって、ちょっと感想だったりとか、まあ正直こんなグッズが今回あったらいいのにな、みたいな話までしていけたらいいなと思いますので、早速ですがね、メンバーのティザーを一つずつ見ていこうと思います。もうね、3人分最初見たので、次、リオちゃんかな、いきます。こんな感じになってるんですが、リオちゃんは、まあダンスをね、してるところがちょっとニジプロで映ってた、ぽいので、ちょっとやっぱダンス表現、やっぱそれには欠かせないこの、なんていうの、スピーカーっていうの、これわかんない。もう音楽をね、流すスピーカーみたいなのを持ってて、で、これをね、可愛いとこ言っていいですか？リオちゃんって背が高い方ではないと思うんですけど、なんか、一生懸命持ってる感じのこのリオちゃんがめちゃめちゃ可愛いなって思ったのと、あと、引きだからちょっとアップでも見たいなと思いつつ、この衣装がみんな真っ白でね、揃えてあるところがめちゃめちゃ好きだなと思って、やっぱり1個目のねライブなんで、これぐらいなんか純粋で始まるぞ、何色にも変われるぞみたいなイメージの方がいいかなって思ったので、まあ、最初のねいっぱいライトイットアップって写真出たんですけど、これいいね、なんかもう統一感が半端ないから、この衣装でライブの最初とか出てきてくれたら嬉しいなっていう感じです。そして次が彩香ちゃんなんですけど、可愛い、でもこれラントルにすればよくないみたいな、もう思いました。なんかやっぱりね、彩香ちゃんといえばテニスで、まあテニスきっかけの方もまあまあ多そうだなっていう風に思うので、これはいいわ。しかも髪の毛ね、アップにしてるとこも超可愛いし、なんか表情とか、なんか顔可愛すぎ普通にみたいな、もう可愛い、もうこれは可愛いとしか言いようのないビジュアルだなと思いますんで、まあ逆に彩香ちゃんは全身見てみたいかなっていう感じで、まあ、次がね、こんな感じなんですけど、まあ、ミーシャン、バトンですね。こんな感じの持ってましたもんね、ミーシャン。うん、だからすごいいいと思ったし、ミーシャンこれ髪暗い時なんだけど、ちょっと正直言って、いや、暗いのも良いな。やっぱりなんか明るくて、垢抜けて可愛いと思うんですよ、ミーシャン。まあ、もうどんな時でも可愛いから。だけど、この黒い髪のミーシャンで、なんかもうこのアップで、はあ、かわいいみたいな、これもそのままなんかラントレにしていい美女、もう今回この3人ともラントレ美女でしたよね、かわいすぎてって思ったし、いや好きって思った。ミーシちゃんやっぱ白似合うわ、超似合う。うん、なんかもうすごくかわいらしいし、もうめっちゃかわいいと思って、早くグッズ見たいなっていう感じで、次がね今日3人出たんですけど、まずまこちゃんかながこんな感じになってまして、やっぱりその各グループ、ミドルズ、オンニー、マンネの下から行ってるなっていう感じでしたね、今回は。ねえ、まこちゃんがこんな感じなんですけど、いや、まこちゃんさ、やっぱレモンか、まあ、このね、書くのじゃなくてレモンなんですね。まあ、でもレモンの印象強いし、どんどん可愛くなっていくんだよね。なんか毎回思うんですけど、まこちゃんってもう会うたびパワーアップしてるなっていう感じで、もうやっぱ NiziU のリーダーですからね。てかもうやばい。このニジプロのビジュアル見るとちょっと感動してきません？だって、やばいね。ちょっと待って、やばい。なんか普通にニジプロからやっぱりきっかけで、あの時ってもう先が見えない、メンバー自体も先が見えない中でやってたじゃないですか。で、私たちももちろんわかんなかったし、そんな中で魅力アピールっていうのも、まあ、ニジプロっていうものは初めて開催されたから、どんな風にしていいのかっていうのもみんなね難しかったと思うんですけど、そんな中で、まあ、まこちゃんのこの自己アピールって本当に素敵だったなって思ったし、やばいやばい、ちょっとこのニジプロの時のみんなからの成長を考えるだけでも結構グッときちゃうわ。もうこのビジュアルやばいですね、本当に。というわけでちょっと涙拭いたので、次がリクちゃん。やっぱリクちゃん白いからさ、もう元々もうこのさ道着みたいな感じだったけど、でもリクちゃんは、あ、思い出すわ。なんかもう金髪で全然ビジュアルはもうあの時よりずっと垢抜けて可愛いんですけど、このリクちゃんも、いやーいいね。なんか、あ、え、空手のも置いてあるんだ、左に。ごめんなさい、ちょっと見落としてたわ、リクちゃんしか見てなかった。あ、ちゃんと河原もう置いてあるんだけど、すごっ。なんかでも全部可愛くなってるわ、普通に。いや、これやってくれる運営さんもマジで有能すぎるんですけど、どういうこと？なんか、やっぱね、私思うのが、なんかニジプロって他のオーディションでなったものよりも大きいっていうか、なんか
いろんなね、オーディションで TWICE さんとかも TWICE のその16とかやってたと思うし、いろいろあったんですけど、なんかニジプロって、ね、本当にすごい騒がれたプログラムっていうか、TWICE さんとかどっちかというと、デビューする前より、デビューしてからどんどんもう世界的スターになっていくみたいな感じのイメージあるし、大体オーディションってそういうもの多いじゃないですか。どんどん力をつけてったりとかするタイプだけど、ニジプロって、ニジプロがもう本当に、もうタイミング的でもコロナ禍に、そのみんながね、テレビを見てて、本当にお茶の間からね、スターになってるっていう感じがすごいして、みんなこの時のね、その NiziU のイメージもあったと思うんですね。そこから、本当に今キラキラ輝いてる NiziU っていうのが、もう感動しかない。ちょっとやばい。そして最後が、リマちゃん。やばい、リマちゃんめっちゃ感動しちゃう。っていうのも、リマちゃんに関しては私初めからこの子すごいなって思ったんですよ。っていうのも、リマちゃんって、なんかもう初めから完璧だったんですよね、ビジュアルに関して。なんか、その中身とかはもちろん知らなかったけど、もうリマちゃんが出てきた瞬間に、この子本当に合格だって思ったし、なんかこの子レベチだなってめちゃめちゃ思った存在だったんですよ。はい。で、ラップもできる、ダンスもできる、で、もう魅力もめちゃめちゃある子みたいな感じで、本当にこの子ってもう完璧だなって最初から感じてたんですけど、なんかこうやって改めてリマちゃんを見たら逆になんかニジプロの時のこの顔があどけなさみたいなものが見えて、なんか私はNiziUをすごい成長したっていう風に捉えること多いし、多分みんなも成長してるなって思うことすごいあると思うんですよ。多分経験したことないこといっぱい経験してるしすごいと思うけど、いやでもこのメンバーたちを見て私すごい思ったのが、変わってないところって変わってないんだなってめちゃめちゃ思って、まあ、昔のNiziUをそんな知ってたわけではもちろんないですけど、なんだろうな、ちょっと子供っぽいところ、最初のまだ垢抜けきってないところ、まだ今からニジプロ受けますよってなって挑んだ時のあの目っていうのかな、をすごい感じたっていうか、このNiziUたちを見て、まだそういうところがあるなっていうふうに思ったら、やっぱり多分皆さんも思うんじゃないかなって思うんですけども、結構見守るような気持ちでNiziUを見ちゃうことってよくあるじゃないですか。そしたらなんか、あ、大きくなったけど、やっぱりなんか自分の中で変わらないメンバーがいるな、みたいな感じで思っちゃって、いやー、ニジプロのビジは正直反則だなって思っちゃいましたね。もうこれは、もう絶対感動するじゃん。こんなん見てさ、感動しない人いないじゃん、みたいな感じで、ちょっと思ったんですけど、まぁちょっと今後ね、どんなグッズが出るかわかんないけど、もうハンディファンとか出たら嬉しいし、もうこの時だけのグッズで、やっぱニジプロに関連したグッズもあったら嬉しいなって思うし、ステージもあったらいいなって思うし、みたいな感じで、ちょっと、はい、もうね、ちょっとやばい、泣いちゃったから顔もぐちゃぐちゃなんですけど、でもやっぱ今の気持ちだったりとか伝えちゃいましたし、多分みんなもね、同じことをきっと、思ってると思う。やっぱりいつね、NiziUになった人もきっとニジプロはね、ご覧になられてる。その、後になった人も振り返ったりとかで見ることあると思うし、ステージだけの方もいらっしゃるとかあると思うけど、でもそれでもやっぱニジプロってNiziUの中で本当にきっかけとなった、もう大部分のところで、みんなの中でも大切なものだと思うので、それをなんか同じように大切にしてくれるNiziUと、そのNiziUの運営さんが嬉しいなと思ったし、大変だったと思うし、辛かったと思うんですけど、こうやって今、9人のメンバーで、本当に最強の9人のメンバーでいてくれるのが嬉しいなと思いましたので、もうね、全員のイメージ画像が出たんで、ここからティザーだったりとか、はい、グッズだったりとか出るのを楽しみにしたいと思います。そして皆さんの感想もちょっと聞かせていただきたいので、コメントでたくさんコメントしてみてください。そんな感じで本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画も見てください。それでは、